GG。 こたつくん、かっこいいな。ねえ、ルーズリーフ、一枚くれませんか？やだ、いつもじゃん。じゃあ、一枚なら買っちゃうだ。じゃあ、一枚では、二人一組のペアになってください。はい。俺と君が。はい、小杉です。科学の授業を始めます。やばい、小杉あー、もう授業始めるよ。小杉、髪の毛もらって。誰だって、誰だって。じゃあ、私も欲しい。髪の毛やめろ。いいよ。間違えた。やめつけ。どういうつもり？ああ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 あよう、連勝じゃねえよ、お前は全勝。俺は要請を持ってる。よう、来ました、来ました、来ました。お前邪魔だよ。ちょっと、ひどくない？みんな、ピザパーティーしようぜ。いいぞ。うわヘアゴム忘れてた。あ、私あるよ。ありがとう。ありがとうございます。ねえ、私もあるよ。ねえ、私もあるよ。はい。ありがとう。てかみんなトイレ行かない？お前も食う。いいの？もう、ええ、食え。パン。お前こたつ、何言ってたのか買ってるんだ。こいつです。つーか、学校でダメなの買っちゃダメだろ。つい買ったらファンセルなんだ。ファンセル10枚なんだ。何笑ってんだ。俺をバカにしてんのか。いい加減にしろよ。ピックロック取っちゃう。つーか、ライダー学校で買うのダメだろ。気をつけ。で、座席。何やってんだ、お前ら。おい、こっち逃げ、こっち逃げ。頼むからこっちが逃げる。よし、いいの取れた。どっかあげちゃおう。おい、何やってんだ、お前ら。じゃあ、帰りの方まで待ちます。一回しか言わないからよく聞けよ。明日台風が来る可能性があります。台風警報が来た場合は急行します。うわぁ、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 サリーソルマシンの指導ルガ、うわぁ、うわぁ。あ、じゃあ帰りのホームルーム終わります。みんなちょっと聞いてくれ。え、屋根助は残念ながら転校だ。お母さんの転勤だし。ごめんね、やれちゃん。私仕事でミスして転勤になっちゃった。なんだって。バッジョ買ってきました。うん、いい約束なんだ。ウィッシュ。ヤンキーばかりじゃないか。
が最悪だ。じゃあ皆さん、英語で愛してるは何と言いますか。俺がかけに行くか。I love you。 これは不正解だ。合ってるよね。え、正解だ。さすがタンキーの兄貴。だって俺たちワールドで有名だ。マンジュリー。いや、ちゃんと英語で書けよ。間違いだろ。あ、じゃあ算数の問題を解いていこう。この問題分かる人。分かんねえ。65,810,114,514、アロワルファの5乗。正解だ。算数は基本的にジャンルに分けて考えると分かりやすい。10億円を10億円としたのと、1億円を1億円としたのと、ファイナルの10億円と1億円を足したかと考えると全体の答えにたどり着くぞ。分かりやすい。今日は 50m 走だ。子供は走ってなんぼだからな。位置についてよーい、ゴー。いけーいけー、待機36秒、若葉40秒。待機の兄貴、はい。位置についてよーい、ドン。ヤネスケ 0.5秒。あいつ気に食わねえな。ああ、やっちまうか。ヤネスケ、お前すごいな。こんな記録見たことないぞ。さあ次はバスケでいいやつ勝つぞ。おい貧弱陰キャラ教師。あ、はい。死にたくなきゃお前とっとと出てけ。お前調子乗ってんな。別に。万事組に歯向かうだったらやっちまえ。お前さ、助けてやろうか。え？お前算数の授業の時俺のこと助けてくれたじゃん。お礼にこの学校の生活に馴染めるように手助けしてやるよ。ヤンキーは情に熱いって本当だったのか。その後俺はこのヤンキー小学校に馴染むべく、身なりや言動全てを変えていった。そして万事組に入会することになった。